オンズロートはイギリス海軍王宮共同駆逐艦の一九1939年9月3日にグラスゴークライドバンクのジョン・ブラウンカンパニーに発注され、1940年6月1日に寄港、1941年3月31日に浸水、1941年10月8日に収益した。 建造コストは416,942英ポンドだった。オンズローはイギリス本国艦隊に所属し、主に北極海輸送船団の護衛に従事した。また、1942年のハープーン作戦の際には、地中海へ、1944年中期のノルマンディー、上陸作戦前後には、イギリス海峡へ分建された。オンズローの最も有名な働きは、 1942年にバレンツ海海戦でロシアへ向かう JW51 バイト船団を護衛した時のものだった。この戦いでオンズローは大破し、艦長のロバート・シャーブルックは重傷を負ったが、オンズローを含む船団護衛艦はドイツの従順洋艦アドミラル、ヒッパーの攻撃を退けることに成功した。終戦後の1945年11月、オンズローは デッドライト作戦の本部となった。これは U ボートを自沈処分のためにライアン裏からブラッティ岬へ移動させる任務だった。1947年、オンズローはデボンポートで予備艦に戻った。1947年8月にはポーツマスで潜水艦の標的艦や対戦試験艦として使われていた。オンズローは1947年10月に イギリス海軍から退役したが、1949年にパキスタン海軍が購入し、ティププスルターンとして収益させた1954年、ティププスルターンはマルタで改修を受けた。1957年から1959年には、バーケンヘッドで16型フリーゲート仕様に改造された。ティププスルターンは1979年までパキスタン海軍で運用された。 ありがとうございます。